Hi everyone, welcome back to Conference Scotty. So it's gonna be Japanese edition and sorry about that. では日本語バージョンです。安室奈美恵さん残念ながら、引退されてしまいますね。でもなんか彼女らしい、生き方でこう第二の人生に進んでいく感じ、なんか結構なんていうんだろう、何ステージかに分けられたと、チャプター分けられたと思うんですけど、なんか今ベストタイミングじゃないかなって個人的には思ってます、感じてます。で、こちら、皆さんもご存知でしょうね、ベストアルバム出ました。ちょっと前ですけどね、出ました。で、嬉しいのがですね、ファーストシングルの、スーパーモンキーズとしてのファーストシングル Mr.USA が彼女のソロバージョンとして、ファーストシングルのね、やっぱ大事な記念なんでしょうね。やっぱちゃんと入ってます。これ嬉しいですね。で、本当に彼女の、年を重ねてからの歌い直した感じとアレンジの違う感じ、本当に素敵です。で、今でも大好きな曲でしたし、また聴けて嬉しいです。で、スーパーモンキーズって言えば、特に、一番ご存知なのはダンシングジャンクとかアニメの曲になってましたし、あとセカンドシングルですね、あと愛してますかとかもサードシングル、コマーシャルで確か使われてた気がします。で、パラダイストレインとかも中西圭三さんが作られててよかったですけど、一番有名なのはやっぱりトライミーとかね、太陽のシーズンとかでしょうね。太陽のシーズンいいですね。で、太陽のシーズンとかも、全曲、ほぼ全部じゃないんですけど、ほぼ全曲、最近の曲以外は全部新しいアレンジで、しかも歌い直してあるので、今の感情で歌い直してて、本当にファイナリーに入ってる、このファイナリーですね、これに入ってる曲、本当に素敵です。よかったら本当にただのベスト版じゃなくって彼女の集大成ですね。で、スーパーモンキーズの曲だけじゃなくて、今も言いましたけど、ほとんどの曲歌い直してます。だからもう CD だけでもすごく価値があると思います。今の彼女の気持ちが詰まっていると思います。よかったらお聴きになってください。安室ちゃんの曲ね、たくさん持ってるんですけど、全部お見せするのも大変なので、選ばせてもらいましたが、本当にここのスーパーモンキーズの頃からですね、好きでした。で、ほぼね、デビュー当時から知ってはいたので、シングル持ってるぐらいなんでね、なんか感慨深いものがあります。彼女も40歳になりましたね。年を重ねて結構素敵な女性になったと思います。息子さんともね、なんかいい関係が築けてるみたいで、本当に素敵だなと思います。これからも応援してます。 Well, have a wonderful day and talk to you soon. See you later. Bye. またね。